皆さんこんにちは、トリマーのミラです。はい、今回はですねミニシザーのご紹介をしようかなと思いました。はい、ミニシザーねとっても便利なんで、それでちょっと紹介しようかなと思ったんですよね。例えば、お家の方で、カットされてる方もいらっしゃると思うんですよね、一般の方で。で、できればね怪我もさせたくないと思いますので、ミニシザーのすごく便利さとかですね、そういったものをお伝えできたらなと思ってます。新人トリマーさんもですね、やはりですねストレートシザーとかセニングシザーというのはメインで持つので買うんですけれども、ミニシザーってなかなかね買わなかったりとか後に回してしまうってことは結構あると思いますので、あったら便利ですよっていうのをですね、お伝えできたらなと思って、今回投稿させてもらおうかなと思いました。僕の使ってるセニングシザーですミニシザーをですね、これからご紹介しようかなと思っておりますので、何か参考になればと思います。これ僕のシザーケースなんですけれども、シザーケースの中にですね、常時入れています。こちらです。はい、品番はですねこれ見えるかな、 TP-55S と言われるものですね。はい、こちらですね、ワンクスクリエーションからですね、販売されておりますケリーというブランドになるんですけれども、ケリーシザーですね。はい、こちら僕は多分展示会かなんかで買いましたね。はい、こんな感じです。すごく短いですよ、とても短いシザーです。シザー短いですね。なので、刃渡りに関してもすごく短いので、小回りはとっても効きますね。はい、で、このシザーの特徴的なところは見えるかな、ちょっとギザ刃になってるんですよね。はい、片刃がギザになってます。ギザギザ。はい、こっちが普通のストレートなハサミなんですけれども、こっちが一応ギザギザになってるんですよね。はい、これなぜかというと、怪我防止のためらしいですね。どっちも両方に切れるものだと、怪我をしやすい。例えばですね、パッド、肉球ですよね。肉球周りっていうのは、やはりですね、結構危ないところなんですよね。切っちゃうと怪我、結構怪我させやすいところの一つでもありますので、で、肉球柔らかいですから、パチッと切っちゃうですね、血が止まらなかったりとか、あとは怪我しちゃうとなかなか治りづらいところです。歩くんでね。なので、こういった感じで怪我しにくくっていうところの風に加工してくれてます。あとはですね、リップラインといって、お口のキワキワですね、を切るときとかにもとてもいいです、これは。やっぱそこも危ないんでね、で、嫌がる子もいたりするので、慎重に行わなきゃいけないところっていうのは、こういうミニシザーっていうのはすごく活躍すると思います。目の上とか、目の周り、とかね、かなり危険なところですよね。リップラインで、足の裏のところをですね、切るときに、とっても便利ではありますね。はい、で、持つところはね、こんな風にですね小指掛けが一応ついている状態になってますね。こういう風にかけて、切るっていうものになってきますね。はい、はい、実際じゃあカットしていきます。この子今足裏バリカンをしてない子なんでボサボサなんですけど、たまに多分足裏バリカンをしない子とかもいると思うので、そういった時のためのミニバサミっていうのは結構使いますね。小さい分小回りが効くのでとても使いやすいです。短い分ブレないですね、手が。こんな感じで、足裏バリカンしない子でも
ハサミだけで綺麗にすることもできるんですが、ミニハサミがあるとより楽ですね。はい。